アラーニャさん、どこまで行くんですか？さあ、気分次第やな。そろそろ戻りませんか？体に触りますよ。心配でついてきたけど、これだけ元気なら大丈夫そうだ。すみませんが、僕そろそろ戻りますから。足、気ぃつけや。だから気ぃつけやって言いましたのに。いつの間に罠を。最初からや。里に戻ろうとすると引っかかるように糸を張っておきましたのや。行きはよいよい、帰りはってな。では体調が悪いというのも。うそ。先生、いいことしましょうか。いいこととは。いややわ先生、そない恥ずかしいことわらわの口から言えやしまへん。あの、僕とあなたはそれほど親しくは。せやね、はっきり言うて先生に恋心みたいなもんはかけらもあらしまへん。だったら。けれどサーフェは大事な親友、そのサーフェがご就寝の先生にはとても興味がありますのや。どうもわらわは昔から人のものが欲しくなってしまうたちでしてな。仲ようなったこの大事なものとか。ああ、別に欲しい言うても奪い取りたいんやないんです。ただ同じものを共有したいだけ。お揃いになりたいんや。そう、例えば恋人のお揃いとかな。僕とサーフェはあくまで医師と助手です。交際してるわけでは。さよう。サーフェも先生のことが大事やから手出せへんのやろ。ここでわらわが先生を手ごめにしてしまったらどうなると思います？怒るでしょ、サーフェが。せえや。そしてそれ以上に危機感で焦るんや。ああ、なんてこと。大事な先生が大事な親友に奪われるんなら、とサーフェも負けじと先生とちぎるでしょうな。そしたらわらわとサーフェは先生を通してつながるんや。サーフェは一生わらわから逃げられない。歪んでる。